こんにちは。明日やら12日、初日ということで高知の記念レースを、走って盛り上げてくれる4人です。確かに盛り上げてくれるはず長いやけんだよ。ほんと頑張ってもらわないから。でこっちやから、ちょっと一言、言葉をいただきます。で今度の記念レース、高知の記念レースは何回目です？初めてです。初めて、はい、ということはほんと頑張らないからね。はい、頑張ります。高知の記念レース言うたらやっぱりこうシュッとしておれるの？そうですね、まあ、記念自体が初めてなんで、うん、頑張ります、うん、高知の記念レースで山本君が本当頑張ってもらうな、はい、みんな困る。頑張ります、ね、はい、まず初日は行っちゃうけど、はい、頑張ります、ね、頑張ります、うん、で今のところ体調はどうで？体調はいいですけど、うん、成績があんまりないんで。成績はまだついてきてない。はい、まあ、体調が良いけど、練習しよったらよ、はい、それはついてくる時はあると思うね。これからまだまだ練習をよね、怠らんと頑張ってほしいね。はい、頑張ります。はい、山田君、山田君、どうだよ、調子は？はい、少しずつ良くなってます。少しずつ少しずつ、はい、コーチでは絶好調になるはずじゃない？そうですね、頑張ります。それだけかよ。頑張るまで、うんと頑張ってもらえないね。うんと頑張ります。うん、ほんで今度はほら、やっぱりこういうように、この4人で走るということは、高知の競輪をね、うんと盛り上げてもらおうて、ファンにも喜んでもらわないか。で、山中君も帰りには、ごっそりお金を持って帰ってもらおうと。はい。ね、はい、大丈夫？頑張ります。ね、頑張ります。はい、よし、藤原君。こんにちは。こんにちは。どうで調子は？調子はまあ、こっち泣かず飛ばずというか、まあたまにたまに泣きよ。たまに確定板乗って、うん、うん、まあ頑張りつつも。誰や？うだら今度こっちの記念レースの時はね、泣きもせん飛びもせんじゃ困るけど、泣いて飛んでよ。どんどんやってもらえる。周平の言うこと聞いてさ、彼のこれで今度から今度はね、また特別な気持ちでよね、記念レースをね、走ってもらいたい。ね、はい、佐々木君。はい、佐々木君、はい、いつもいつも佐々木君に期待ばっかりでよ。ちょっとうるさいところがあろうと思うけどよ、頑張ってもらえるか。そうですね。頑張ります。調子は？そうですね、まあ、ちょっとダービーからはちょっと気ばいたんで、まあ、練習もそれなりに雨も降らせてきたんで、はい、大丈夫です。練習十分やったき、大丈夫と、ね、はい、大丈夫です。で、まあ、最後のね、レースの端まで進めてもらわないかんけど、まあ、まあ、そうですね、最近本当記念何年かずっと決勝に乗れてないんで、うん、まあ、高知でね。そうですね、高知の記念の決勝乗れてないんで、うん、まあ、ちょっと頑張りたいなと思ってます。今度は乗ろうやん。はい、ね、それで一つ今度の12日からの高知の記念レースに対して、沢井君がせめてここまで乗りたいとか、まあ、決勝へ進みたいと言われもあるけど、どういうような抱負というかね、それをちょっと一つお願いしたいけど。まあ、そうですね、やっぱり目標はやっぱ優勝することですけど、まあ、まずやっぱり、まあ、周りも強いんで、まあ、まず決勝乗らないと優勝っていうのはないんで、まあ、まずは決勝乗ることを大事に、まあ、なんとか準決勝も3着までに入れるようにという気持ちで走りたいなと思います。高知ではやっぱりこう不安にほら投げ入れるところがあるタオルを、はい、あそこは一つ頑張ってほしいね。そうですね、まあ、1着取れたら、まあ、それも勝ち上がりでやっぱ1着取って投げに行きたいんで。そりゃそうで、はい、うん、まあ、それはね、なんとかできるようによく、うん、負けせんでタオル放られたちよう拾わんかもわからない。まあ、勝ち上がりで放れるように頑張りたいと思います。ね、佐々木君にはね、また特に期待がかかってくる気をね、頑張ってほしい。まあ、そうですね、まあ、僕も最近、まあ、悔いになって、まあね、四国の周りの自力のことに助けられて、なんとか決勝乗れるように頑張りたいなと思います。今までだいぶ助けてきたきね。そうですね、まあ、そろそろね、まあ、最近でもだいぶ助けられてるんでね、前に頑張ってくれる人がだいぶいるんで、頑張りたいなと思います。はい、頑張ってください。はい、はい、藤原君。
久しぶりの聖夜戦だと思うんで、地元記念、はい、まあ、一生懸命頑張ります。あ、頑張ってよ。はい、はい、山中君。はい、4日間、確定版乗れるように頑張ります。団長君、3、3か頑張れよ、団長君。ノリ最低、最低。はい、ね、で、やっぱりこう山中君とかほら、そういう人が本当頑張ってもらうたら、そっちの先輩方もね、これいかんと思って頑張るぞ。本当頑張る。そうですね。頼むよ。はい。予選組がしっかり。こうしてほら優勝した時やったよ。はい。6番車でね。はい。あれよ、思い出して頑張ってほしいね。はい。頑張ります。はい、山本君。はい。初めての記念なんで、今ある現状でしっかり頑張って、積極的なレースをしていきたいと思います。よろしくお願いします。今の現状でいけそうなかい？決勝まで。今現状の力で、精一杯頑張ります。精一杯頑張ります。前行けよ。頑張ります。上。はい。ね。ほんで、やっぱり山本君なんかね、運動頑張ってもらうたら、コーチの不安もどっさり応援しに行くと思うけど、ね、運動頑張ってもらう。頑張ります。頼むで。はい。はい。と、ということで、12日から、一生懸命盛り上げてくれると思います。またよろしくお願いします。はい、どうも。